ういろうといえばなぜか名古屋が有名ですね。さまざまな会社が製造販売する中に青柳総本家という会社があります。これが青柳総本家さんのういろうですけども、このパッケージ誰がデザインしたかご存知でしょうか。実は柳総理さんがデザインしたんです。このパッケージは過去に使われてたもので、2011年から復刻して現在まで使われています。必然的にビニール袋のこのデザインも柳デザインということになります。意外なところに柳デザインがあったという話でした。デザインが好きなら名古屋のお越しの際にお土産として買っていったらどうでしょうか。